サーカス・マキシマスは、ノルウェーのプログレッシブメタルバンドである。パワーメタル、シンフォニックメタルに影響を受けた、ハイトーンボーカルやドラマチックかつ叙情的なアレンジが特徴である。様々な音楽メディアで、ドリームシアターのフォロワーと称され、日本のプログレッシブメタルファンの間で、高い人気を獲得している。2000年、長年のバンド仲間であるマイケル・エリクセン、 マッツ・ハウゲンとマッツの弟、トゥルルス・ハウゲンが、キーボードにエスペンス・トーロ。ベースに、グレン・モレーを加え、サーカス・マキシマスを結成する。この頃のサーカス・マキシマスは、有名バンドのカバーバンドとして、活動をしていた。2005年5月、デビューアルバム、ザ・ファースト・チャプターをリリース。2005年11月、キーボードのエスペンス・トーロが脱退。変わって、2006年の初めに、 ラッシー・フィンブローテンがバンドに加わる。2007年8月7日、セカンドアルバム、アイソレートをリリース。2012年6月1日、5年振りとなるサード、アルバム、ナイをリリース。5年間のブランクをものともさせないメロディアスで、ダイナミックなアルバムは、その人気を確立させた。このアルバムの成功で、バンドは、同年の、ラウドパーク12でファン待望の初来日をする。 2016年1月19日、先行シングル、ザ・ウェイトをリリース。同年3月18日にホースアルバム、ハボックをリリースさする。また、ボーカリストのマイケル・エリクセンが、エイリオンの9ンスアルバム、ソースで、ゲストボーカルとしてキャストされるなど、その実力が評価される場面が増えていく。2017年8月4日、サーカス・マキシマス発のライブアルバムである。 ハボック・イン・オスローをリリース。2019年9月6日に2枚目のライブアルバム、ナイン・ライブ・ EP をリリース。日本版では、サードアルバム、ナインの完全再現ライブに加えて、海外で発売された EP の新曲を収録している。ゲストミュージシャンズ、ニュー・アリオン・アルバム、2016年12月29日、閲覧。 https://www.youtube.com スラッシュオッチ、v コール8 pwjb4 ss6 y0 t コール112ありがとうございます。